では2番のラップパートの振り付けに入ります。最初手だけいくと、左手は下に置いといて右手を回してきて上で止めます。次一回準備して、次は右肘を引きます。来たら次この右手を左下に刺して、左手は右肩に添えます。来たら左手は横に伸ばして右手は顎につけます。で手で操る感じで首を上通って左に向けます。最初上、肘、斜め、顎、もう一回、せーの、上、肘、斜め、顎。これに足をつけると左向きで一歩下がったところから、最初右足を前に出して1、2、3来たら、この顎に手をつけるときに左足を上げます。でこのまま見る。もう一回最初から、せーの、1、2、3、4来たら、今右足に重心がかかってるのをもう一回ジャンプで踏み直して、足は外に開きます。で下から入って上げてきます。でその時に手を肘から上げて肘から下ろします。ここから一気に下、ここからせーのドン。もう一回最初からいきます。いっせーので、1、2、3、4ドン。もう一回せーの、1、2、3、4ドン。来たら手は上に左右で上げます。でその時に最初左手を上げる時に、この出てる左足を揃えます。で足ついた瞬間、手上げる瞬間に膝を使って体をアップダウンアップします。ここからアップアップ、最初からいくと、せーの、1、2、3、4ドン、アップアップ。もう一回、せーの、1、2、3、4ドン、アップアップ。もう一回、せーの、1、2、3、4ドン、アップアップ。来たら左手底を、で右手の肘で当てます。で右足に体重を持って左足は上げます。1、2来たらドン。次足は左右です。でその時に左足ついた時下ろして、右手つく時にそのまま右手を持ってきて肘から流します。上したら肘ドンです。来たら右足に乗って手を開きます。で次もう一回右足に乗って右手を左に持ってくる。1、2です。上やったら肘当てて左に右開く、右最初からいきます。いっせーので、上肘下顎ドン、左右ドン、左右開く右、せーの、上肘下ドンドン、1、2肘
開く右。来たら次、このまま肘を引きます。で、これを回してきて、次は左手を右肩に添えて、肩から持ってきます。で、その時に左足に乗ります。来たら、ここから、今左足に乗ってるのを、右足を踏んで、後ろから右まで回ってきます。肘して、肩、後ろ。来たら、このまま足を左、右って入れ替えます。1、2して、肘、肩、入れ替える、左、右。来たら最後、左足を前について、このまま肘は下ろしてくる。で、右足を上げて、右手を後ろから回してきます。ここまでです。ここから、1、2、入れ替えたら最後一気に投げる。開く右から、肘回して、肩、1、1、2、ドン。です。もう一回。開く右、ドン。肩、左、1、2、投げる。では最初からいきます。せーの、ね、上、横、下、顎、ドン。左、右、肘、ドンドン。開く、右、肘、肩、左、一、二、投げる。では、カウントで説明します。最初、5、6、7で入ります。A, M, 1, あご、2なって、M, 3, M, 4, M, 5で当てる、6, 7なって、A, M, 1で肘、2肩、3で回してきて、4&5 で投げます。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, and 4, and 5.
Thank you.